戦争とか本当にネガティブなワードが飛び交ってるんですけど、そんな中、僕は仕事を辞めてアメリカに行くことにしました。僕の夢はアフリカにバレエ学校を建てることなんだけど、アフリカのね人といろいろメールをしてて、自分の英語力のなさっていうものをねちょっと痛感したんですよ。もうあっちから来るメールを解読するだけでもめちゃめちゃ時間かかるわけで、自分の伝えたいこともうまく伝わらないなと思って、だからちょっとアメリカに行って自分の英語をね学ぼうかなと思って、まあ仕事はね全部やめました。いやもう怖いっすよ。まあもう34歳だからね、もう周りの同級生とかもみんな結婚してるし、まあ、子供がいる人もすごく多いんだ。34歳ってすごい年。辞めるときはねちょっと勇気でいるよやっぱりまあでもね、劇団辞めてからはね、もういろんな人が声かけてくださって、いろんな舞台とか、まあ、いろんな教えの仕事とかねいただいてたわけですよ。本当に感謝しかないですし、一昨日鳥取県でオーケストラで、その自分より格上のダンサーばっかりが出てるバレエの舞台っていうのに出てきたんですよ。まあ俺は喋ってるだけだったんだけど、おじいさんの役だったからその若い人たちもすごいたくさんいて、なんかローザンヌ出たいねとか、こういうバレエ団入りたいねとかいう話してるの聞くと、なんかいいなと思うわけよね。なんかこうプロの世界になると、やっぱ与える側の仕事になるんだよね。その舞台に出たりとか人に教えるって基本的にはこうアウトプット、与える仕事なんだけど、まあもちろんその自分の実力以上の役とか作品に出会えば勉強して成長してるっていうプロセスもあるんだけど、基本的には与える側の仕事だからね。なんかこう自分でできないことに挑戦するっていう機会がやっぱり減ったなって思って、将来劇団四季入りたいですみたいなことを教えてるんだけど、なんか羨ましいわけよね。やっぱりそうなるとやっぱ自分も踊りたくなるし、なんかもっともっとできないことに挑戦したいなっていう気持ちが湧いてくる。だから今回、こういう決断をして、もう全部仕事辞めてアメリカ行くことにしました。なんかね、もうこの選択が正しいかどうかなんてもう誰にも分かんないんだよね。まあこのまま突き進むことにしました。まあね、アメリカ行くのは初めてだし、すごく楽しみな部分もある。そのブロードウェイとかも行ける距離だし、まあ、ブロードウェイでミュージカルとかも見てみたいなって思ってる。まあ英語も勉強するし、バレエを踊る場所に行くわけだから、すごいバレエも頑張りたい。まあもうね、その今更頑張ったところで別にジャンプが高くなるわけでもないし、上手くなるかって言われたらわからないけど、でもやっぱりなんかその自分に決着をつけたいんだよね。小さい時に熊川哲也さんに憧れて、すごいいろんなジャンプとかをビデオ見て真似してたわけで、なんかその時の自分はすごい純粋な気持ちで踊ってたし、ダンサーのキャリアとしての最後の時間をもう一度その純粋な気持ちで踊りたいなと思う。まあなんかもうね、誰も反対する人がいないからね、もうここまで行くと。いきなり年単位でちょっと海外に行くっていうのは厳しくてですね、あ、まあ、ちょくちょく日本には帰ってくると思うんだ。そして、その日本にいる間に仕事があればその仕事もこなしていくと。その海外を含めた選択肢の中で自分のやりたいことをやっていこうかなと。まあね、別にウキチャンネルは解散しないし、別に日本に帰ってきた時オタさんの動画撮ろうって言ってるし、その初めて来たアメリカの生活をちょっと配信したいなと思うから、その私は海外に行けないけどウキさんと一緒に私も海外行ったつもりになりたいよっていう人はね、これからもぜひと思ってます。まあそしてね、まあ、こんなご時世ではありますけど、まあ、何かに挑戦する姿っていうのをね、この YouTube を通して配信したら、もしかしたら私も頑張りたいよとか、僕も頑張りたいよっていう人が出てくるかもしれないし、ということで、この次の動画からはねアメリカからの配信となりますので、ぜひ楽しみに待っていてください。それでは皆さんもね引き続き